どうしましょう。もう別に画面共有機能も一応使えるようにしてるので、なんかまあフリーな感じで、まあフリーというか言わなくても自由な方やと思いますけど、まあ自己紹介とか、まあ棚の紹介とか最近の活動みたいなことを言っていただけたらいいかなというふうに思っております。どうでしょう。はい。時田織乃のと申します。今チーム海となしっていうのでアーティストチームで活動してて、私がなしで海くんです。海です。よろしくお願いします。これ海さんはどこから海なんですか？なんかこう由来とかあるんですか？名前がカイトって言うんですけど、ああ、名前から取っ、お二人のお名前から取ってるってことですね。はい。ありがとうございます。じゃあ今日はよろしくお願いいたします。お願いします。じゃあ何からいきましょうかね。とりあえず棚に置いてある作品の紹介とかで何かいきます？なんかこう。はい。今棚に置いてるのがちょっと。私の作品だけなんですけど、ちっちゃな刺繍と、はい、ちっちゃな、まあ、はがきサイズのペインティング作品で、です。はい。どうやって作られてるんですか？一点物として、こう、手掛けで作っている感じなんですか？そうです。去年スターダストペインティングっていう技法を考えまして、この今まで使ってた岩絵の具とか顔料をメディウムで混ぜてマーブル模様にして描くっていう技法を考えまして、それを今コラージュ作品とかアクセサリーとかを作ってるんですけど、その棚にあるのはちっちゃなポストカードサイズの作品です。日本画の岩絵の具の材料にこう混ぜていくっていう、まあ、スターダストペインティングのことをちょっともうちょっともし説明できるなら教えてもらっていいですか？はい。私今まで結構具象画を描いてて、ずっと3年弱ぐらい歯茎を描き続けてた時期がありまして、でその歯茎を描き続けてる時期は終わりまして、なんかその時に岩絵の具とかテンペラ画の材料がたくさん余っていたっていうか、こう集まっていて、それでなんかちょっと独自のことができないかなっていうふうに去年考えまして、その顔料と、まあ、砂とかいろんな人工的なプラスチックの粉とかを、ビニール素材のメディウムと混ぜて、マーブリング模様を作って、それをスターダストペインティングっていう風に名付けてます。面白いですよね。僕の、理解であれなんですけど、まあ、テンペラ画も結構古い技法だと思うんですけど、その古い、はい、まあ、いわゆるこう絵の描き方みたいな画材みたいなものと、まあ、最近のものをシャッフルさせて新しいものを作るっていうことを考えているっていうことですか？はい、はい、そういうのがちょっとできたらなと思って始めました。ありがとうございます。なんかスターダストペイントっていうことがちょっと僕の理解が進んでよかったかなというふうに思います。ありがとうございます。ありがとうございます。ちなみにちょっと僕のが説明しづらいんですけど、これはどう説明したらいいんでしょうか？それは2017年ぐらいから始めたプロジェクトで、ちょっとなんかまあそれ玉虫なんですけど
カマムシの格好をして山をこうブラブラするっていう活動を2017年あたりから始めまして、そのシールです。あ、これリアルにしてたんですね。あ、そうなんです。それで、京都の福知山ってところを滞在したりとかして、はいはい、で、カマムシになって山をうろうろするっていう、エッセイとかもなんか自然と人っていうテーマでエッセイとかを書いたので、ちょっとそれをまとめてジンとかにして、またその本棚に置かせていただきたいなと思ってます。へー、なんか福知山っていうと、うちには山々アートセンターさんっていうのが来てたりとかいますけど、そこと関係があります、はい、すごく山々アートセンターの方、石渡真理さんという美術家の方がいるんですけど、たくさんお話しさせていただいて、とても影響を受けました。石渡さんの活動とかにも、その出会いとか、たくさん福知山で素敵な出会いがあって、私はタマムシの格好でうろうろ山をするっていうだけだったんですけど、石渡真理さんとうろうろしてたら出会いました。まあ、ちなみにちょっと割り込んであれですけど、まあ、この辺りの新聞っていうのが、そうなんです、すごい素敵なフリーペーパーでですね。なんで、あ、そうなんですね。なんかようやくつながってよかったです。これだけ置いてあるんで、これを僕はどう説明したらいいのかすごく悩んでいて、なんかなんでしょうね、まあ知ってる人は知ってるんですけど、昆虫と合体して、火星でゴキブリと戦うっていう漫画があるんですけど、なんかあれにインスパイアされたのかなとちょっと勝手に思ってテラフォームって漫画があるんですけど、なんかちょっとその、はい、よかったです。ほっとしますありがとうございます。で、マビエさんも含めてかもしれないんですけど、今日はカイトさんが隣におられるということで、最近の活動とか、なんかこう、お話しされることとか、まあ、告知みたいなものがあれば、お願いしたいなと思うんですが、どうでしょうか。最近は、2人で、アート活動をしていこうと思っていて、でフリーペーパーをその活動、最近の活動内容とかをまとめたフリーペーパー、最近出来たてなんですけど作りました。これをまたお持ちできればなと考えてます。私も絵を描いて、海くんも絵を描いてな、合作とか、合作、これは福知山で楽譜のない音楽会っていうイベントがありまして、その福知山で出会った縁をきっかけに、この絵なんですけど、福知山で描きまして、楽譜のない音楽会という。即興音楽会みたいなものに参加して僕たちはその即興音楽の後ろで即興ペインティングをするっていう参加の仕方をしまして、で、今回はそのクリーペーパーを広げると、その時に描いた作品のポスターがついているようなものを制作しました。で、今後そういう音楽ライブとかと合わせて、ライブペインティングとかをしたりとか、そういう活動もしていきたいと思ってます。なるほどね。じゃあパフォーマンス、ステージパフォーマンスを結構もう、やっていこうっていう話で大丈夫ですか？そうですね、音楽と合わせて描いたり、ちょっと巨大な合作とかも作る予定です。あ、
なんかあれですよね、確かスペース探してませんでした、なんかすごい大きな作品を作るため。そうなんです大丈夫なんですか、見つかったんですか。あ、大丈夫でした。丹波の体育館を使わせていただけることになって、そこで6メートルぐらい の作品を描こうと思ってます。あ、そうなんですね、よかったあと、なんかそのアクセサリーとかそういうのも作られてるってお話もあったような気がするんですけど、それは最近はどうですか。それも頑張ってて、スターダストペインティングを使ったアクセサリーなんですけど、そのアクセサリーの展示と一緒にこのアート作品を発表したりとかもしていこうと思ってます。なるほどね、なんか結構充実してる感じがするので、今後のお二人の活動にすごく期待したいなと思ってるので、まあ、ようやくね今年ってもう半分ぐらいなんかちょっと出れなかったみたいなちょっと感じでしたけど、後半ね、なんか盛り上げていけるんじゃないかなと思う、まあ、どこかで僕も覗きに行けたらなというふうに思いました。あれですね、最後の一言って決め台詞ってあります？なんか苦手なもったかもしれない。じゃあ僕から。あ、どうぞ。これは2人でこのコロナの家から出れない時期に話し合ったのことなんですけど、まあ、今回のこの自粛とかですごい将来がすごいなんかこう計画通りいかなかったりどうなるかわからないっていう時期が続いて、で改めてその今っていう時間がすごい大事だなっていうことを考えさせられて、でその僕たちがその今を大切にするっていうことはどういうことかって考えると、やはり制作をしていくことで、制作した作品とかを持ってリアルに人とつながっていくことだなっていうのをことを改めて考えましたので、それを今から皆さんにお見せできればいいなと考えてますので、今後ご期待ください。僕からは以上です。ありがとうございます。日常の強さに戻ってやれることをやるっていう感じかなと思って聞いてて、すごい誠実な言葉ではないかなと思いつつ、横で二郎さんがアマビエを振ってるのがすごい気になるんですけどまあ、いや、それ作ったんですよね。あ、ご自身で作った感じですか。あ、もらいました。あ、もらったんだね。あ、なんかめっちゃ売ってるから、なんかそういう気になってて、まあ、やってんけど、はい、なんか一言ありますか。どうしよう どうしようまあ本棚もちょっといろいろ自粛中で伺えなかったんですけど、いろんなフリーペーパーとかジンとか新しい作品を持って行ってちょっと楽しい感じにしようと思ってますので、また見てください。はい、ありがとうございます。うちの方でも盛り上げいこうと思ってますので、引き続きまあ、僕もアートは応援していきたい人なので、2人も含めて頑張っていきたいなと思います、はい、ありがとうございます。今日は短い時間でしたけども、お時間取っていただいてありがとうございます。お互い頑張っていきましょう。手だけ出ますけど、さようならって感じで、お疲れ様でした